はいどうもパラプンテ、ェリーグサッカーサブチャンネルの僕ですということで、今回、名古屋グランパス、積極補強だということで、長木選手、安藤茂浩選手の獲得、発表がありましたんで、まあ、これまで名古屋の補強も含めてですけれどもね、ねちょっとお話をしていこうと思ってます。よろししくお願い,いたしますと いうことで、いや、名古屋動いてきましたね。積極補強ですね。まあ本当、ね、長あきしげひこれボランチですね。わかりやすく、ボランチのところ、ね、補強に動いてきたんで、じゃあなんで今、アビスパ福岡からこうしげひろとか、えー、湘南川なあき選手の獲得が、えー、必要だったかっていう、その辺の話とかもやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで、こちらサブチャンネルでございますね。メインチャンネルの方でも、アビスパ福岡の全試合、レビュープレビューとかいろいろやってるんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、まずこちら。 名古屋補強に動くということで、まあ、重広選手ですね、まず今年2試合しか出番が、えー、なかった、昨年まではボランチンとコートがトップしたとかで、まあ、ある程度コンスタントに出番はあったんですけれども、今年はまあ2試合で、えー、0ゴール、0アシストに終わってますね。で、湘南、まあ、これ、実績のあるナーキ選手ですけれどもね、えー、6試合で0ゴール、0アシストということで、まあ、今季は出番が少ないんだけれども、ある程度まあ実績のある選手の、えー、獲得に成功した名古屋でございますね。でとレオナルド選手ですね、えー、中国の方から 選手の獲得も発表されております、まあ、これ結構前の、えー、ニュースになってくるんですけどもね、まあ、レオナルド選手ですね、えー、獲得発表されたんで、まあ、ボランチ、重、ま、弘、あ、うん一応ボランチ,と,と,しボランチとして取っと思うんですけど、一応トップ下もできる選手にはなってくるんで、まあ、シャドウとかの可能性も考えられるということ、まあ、考えると、ボランチとか、まあ、中盤ですね、えー、の獲得に動いてきた、えー、名古屋グランパスでございますね、まあ、レオナルドに関してはね、足りなかったセンターフォワードのところになってくるんで、一番この中でまあ期待がかかるんじゃないですかね。<laughs> 話ででございますねでで名古屋グランパス、このあと積極的に動いていますね。まだこれ登録期限は、えー、7月16日からであるんですけれどもね、ねまあ、しかしその名古屋でございますけど、そのボランチんとこですねなあき選手とかシ広、えー、選手の獲得が、えー、発表されたボランチんとこでいうと、長澤選手は長期離脱中ということで、多分今年の復帰は難しいみたいな、ね、話もね聞いたんですけれど、もね、えー、ボランチは長澤選手が現在離脱をしているということと、そもそもやっぱこう選手層が薄い。まあさっっきちょっと 名古屋のこれ選手事情のとこ見てきたんですけれどもね、ねまあやっぱレオシルバーとえ、ボランチンとこはレオシルバーと稲垣選手ですかね、この2人がメインで頑張っていて、で名古屋、今年、長谷川監督、3バックを途中から導入して、でアンカーシステムを置いてんですね、アンカーシステムを置いての3、5、2システムとかやっているんですけれどもね、まあ、これアンカーシステムを置かざるを得ないというか、本当、ボランチの選手層が薄いんでね、ねこれはまあ稲垣選手とレオシルバーいるんですけれども、やっぱアンカーを置かざるを得ない、まあ、ボランチの選手 選手が少ないんでちょっともあったと思うんですけれどもねあと宮原選手ですね宮原選手がもボランチで、えー、プレーをするということもありましたまあ、宮原選手確かボランチが元々のポジションじゃなかったでしたっけ違ったら申し訳ないんですけれどもね、えー、主に右サイドバックをやっているんですけれども十分このボランチでのプレー経験も確かあったと思うんですけど記憶違いだったら、えー、申し訳ございませんけれどもね、えー、そういう宮原選手がまあ、ボランチやったりとかも、えー、ありましたそれがちょっと層が薄いポジションではあったんでこのボランチのところですねまあ、ちょっとやっぱ補強は必要とね言われていた中での この2人の人獲得発表がありましたで放出選手でいうと斎藤学選手が韓国に行ったりとかもしてますしね、まあ、中国を考えるとですけれども、ね、やっぱり名古屋は積極的に動く必要があったという話でございますね。まあ、名古屋もね、本当、守備れ選手問題がちょっとまだ解決していない中で動きづらいところあると思うんですけれども、多分、の夏の移籍ということで、移籍金を多分いくらか投じていると思うんですよね。大体、J、リーガーって1月末までの,、ね、あの契約が残って 少なくとも半年はまあ契約が残っていた可能性が高い。まあ、もしくは海外籍とかを狙ってですけれどもね、えー、この契約年数を年数とかまあ契約のえ終了日を7月とか6月末とかにえしている選手も確かいると思うんですけれども、しかしも大体のこれ J リーガーまあもう1月末までの契約だと思うんでね、大体そういうことを考えると移籍金はいくらかかっているということを考えるとまあ動いてきたというのがやっぱりあります。まあ、積極的に動いてきましたで安倍選手が同時に、まあ えー、湘南部の周り、まあえー、トレードです、長き選手との、えー、トレードのような形で移籍はしてしまったんで、そこのまあ年俸的なところの削減は、えー、できたんじゃないか、まあ、この契約内容にもよるんですけれどもね、まあ、やっぱ安倍選手、多分結構年俸的には、えー、もらっていたはずではあると思うんでね、なんか日本語としておかしかったですけどね、で思うんでね、しかしまあそういうことを考えると、少し、まあえー、年俸、安倍選手の放出と、斎、まあ、藤学の放出によって年俸分を、えー、浮かすことができたっていうのが、やっぱり大きいんじゃないかっていうのは、やっぱりそこはあると思いますけれどもね。でやっぱ あと、長谷川監督のサッカーって、やっぱなんだかんだボランチが鍵ですね、しっかりこれ、まあ、昔、シ c 東京の時ファストブレイクって言葉を使ってましたけれどもね、やっぱりこうある程度相手にボールを持たせておいて、そこから網をかけてカウンター仕掛けていくみたいな感じがイメージとしてあるんで、っていうことは、ボランチの選手がどんだけボールを奪えるか、ボールダッシュ能力にたけたボランチが必要ということで、ということを考えても長き選手とか重弘選手の獲得というのは、確かに長谷川監督の、まあ、これ、マとしては非常にいいんじゃないかって。 思うわけけでございますどもねあとフォワードレオナルド獲得も成功しました本当に久保選手どうなるんですかね、ずっと釣りをしているという話もあるんですけれどもね、分かりませんけど、レオナルド獲得したんでね、確かに守備属選手の今後どうなるか分かりませんけど、もめどはついたというか、そこはもう多分名古屋でのプレーはないんだろうなちいう覚悟はあるか分かりませんけど、もしかし何にせよですけども、仮にですけど、これなんかの動画でも話した気がしますけど、このサブチャンネル 別の別動画でも名古屋で話したんですけれども、まあ、仮に明日からじゃシュビルツオーク選手がチームの練習に合流していいよってなっても、そこからじゃあコンディションを上げるとなると、なかなか厳しくなるというのがあるんで、まあ、今年シュビルツォク選手、仮にですけれどもね無罪となっ,てなったとしても、やっぱりこうコンディションを上げていかないといけないとか、ここからチーム戦術にマッチングしていかないといけないということを考えると、なかなか今年は難しいんじゃないかというのがあるんで、何にせばフォワードの獲得というのはですけれども、ね、必要があった中で、レオナルド選手 獲得に成功したというのがありますねで、まあ、正直言うと意外と動いてきたなというのが印象にあります、まあ、もちろんこれセンターフォワードの獲得はあるんだろうなと、ね、思ってはいたんですけどいやこれ放出も含めて安倍選手の放出とか斎、まあ、藤学のまの、あ、斎藤学は多分本人の意思もあったと思うんですけども、ねまあ、インとアウト同時にまあ動いてきたという感じがしておりますで名古屋の順位的に非常に難しいところにいるんですねこれが例えば残留争い残留争いどっぷり両足突っ込んでいるという 状態であればもうこの残留争いを抜け出すために積極的に補強に動く中いう必要が、ね、あるんですけども、まあ、そこまではない、片足突っ込んでるか、まあ、抜け出しつつあるのかなという感じが、まあ、しているんでね、まあ、残留争いを完全に抜け出したわけではないと思うんだけど、まあ、現状、ね、あんまりこう名古屋が降格するイメージは正直ないんですね。現在、えー、今日時点の順位表でいうと名古屋9位なんですよね。名古屋9位で勝ち点25なんですね。でえー、16位の入れ替え戦闘の差が6なんで これ16位、十尾位岩田が現在勝ち点19で、16位で、名古屋は9位で勝ち点25なので、6ポイント差、6ポイント差ということは、まあうん、1つ間違えればですけれども、勝ち点差が一気に3つまで縮まるんで、ま,あ、まだこう完全に抜け出した感じは正直しないんで、本当、今年の J リーグって、まあ、後ろの方が結構詰まっている感じがしているというのと、後半戦、この名古屋グランパスもそうなんですけれども、前半戦、なかなか勝ちきれなかったチーム、湘南ベルマーラとかが調子を上げてきているんで、結構、後ろが、 だんご状態になりつつあるということを考えて、まあ、この9位、名古屋ぐらいまではですけれども、ねまあ、残留争いにまだ現状、形突っ込んでいる感じがするんで、まあ、補強はあるとは思っていたんですけれどもにしても結構動いてきたなというのはあります。まあ 一つの考えとしてはセンターフォワードとりあえず、ね、確保しておいて残りは、まあ、とりあえず今年はもう残留はもうこのメンバーで、えー、目指していって、まあ、冬ですね今年の冬に一気に動こうとかそっちにね冬の投資に使うのかなって思っていたんですけど割と動いてきましたまあ、これ金銭的にいくら、えー、かかったとかまあ、それ補強費の話もあるんなんとも言えないところがあるんですけどもと、まあ、いうのがあるんでねまあ、これが本当で、ね、もまあ優勝争いか残留争いかしているんであれば、まあ、積極的に動く必要があったんですけどもしかしまあやっぱり こうさっっき言った選手層ですね選手層の問題もあるんでそこは動かざるを得なかったのかもしれませんけども、まあ、何せ、よですけれどもね重広、まあ、選手とか、えー、長木選手とか、ねまあ、しっかりこれ必要な選手、まあ、長谷川監督のサッカーに合いそうな選手の獲得に、まあうん、成功したのが大きいんじゃないですかね、まあ。特に長木選手はセットプレーでも力、えー、強みがある選手になってくるんでねと、まあ、ということでまあ中盤の選手しっかり動いて,動いてまあ成功することができたんで、まあ、まさか2枚取ってくるとはって感じがするんですけれどもそれぐらいやっぱ現在のまあ名古屋 のボランチ事情というのが長谷川監督の中ではなかなか問題が解決できていないというのがあるんでしょうかね。何せよですけれどもね、本当、この補強というのは僕は当たると思ってます。本当ね、さっきも言った選手層が薄いポジションにはなってくるんで、本当、この獲得に成功しただけでも結構、名古屋にとってはプラス、本当、それこそまあ残留確実なものにするという意味でも相当大きな獲得補強になったと思うんで、ちょっとこれは今後、名古屋の動きというか、もっとこれ以上補強があるのかを含めてですけれどもね、注目してみていこう と思ってますけれどもねはい。ということで今回以上になります、ね、以上すパルプンテジェルサッカーチャンネルサブの僕にしたい方チャンネルとくれますさならっ喜